ではこちらの単語ですね。さあどうでしょうか。隙間がないとか、そつがないとか、抜かりがないなどというふうに訳されるんですけれども、実際にどうやって訳していったらいいのか見ていきたいと思います。책장을책으로빈틈없이채우다。はい、こちらですね。本棚にしましょうか。本を隙間なく詰める、詰め込むなどというふうに言えばいいですね。隙間なく使えましたね。では次見ていきましょう。그녀는무슨일을시켜도빈틈없이처리한다。はい、こちらは彼女は何をさせても、そうですね、そつがないを使ってみましょうか。そつなくこなすなどというふうに訳すといいですね。そつなくこなす、いろんな訳し方がありますね。では次です。우리부서의신입사원은빈틈없는일처리로상사들의신임을받고있다。はい、うちの部署の新入社員は、じゃあ最後に出てきた抜かりがないを使いましょうか。抜かりがない仕事ぶりで上司から信頼されているなどというふうに言えばいいですね。うちの部署の新入社員は抜かりのない仕事ぶりで上司から信頼されているなどというふうに言うことができるでしょう。ということで、いろんな言い方がありますので覚えておくといいですよ。